今日もね、皆様のお役に立てるよう何か考えまして、先ほど貼ったタイヤ動画前の動画撮影でね、こちらですね、タミヤさんのですね 60D スーパーラジアルタイヤ、ハードタイヤですね。ソフトタイヤのレビューはちょっとまだしてなかったかなと、もうちょっと記憶にないんですけどまあ時期的にもね、ハードタイヤの時期になったのかなと。あと私実はやったことがまだなかったので、今日はこれの実装テストというのをしていきたいなと思います。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。今日はですね、 60D スーパーラジアルタイヤ、これの実装テストをしていくんですけども、このソフトタイヤというのが出ましたね。で、私確か口頭で軽く話したと思うんですけど、何かの動画で何かは覚えてないですけど、カーペットタイヤでも走れましたが、いわゆるこの 60D タイヤですね、カーペットではこれまで M グリップタイヤですね、まあ、今もまだ廃盤になってないんで M グリップタイヤ、いいパフォーマンスを見せてくれるんですけど、ソフトタイヤを割と寒い時期にやった時にですね、走れるしグリップするんですが、もしかするとね、ベストラップは M グリップよりも速いかもしれないけど、ちょっとナーバスだな、動きはナーバスだなっていうのが私の印象だったんですね。で、このハードタイヤが発売になってまだ走ってないんですけど、一つにはまずカーペットで走れるのかどうか、まあその速い遅い別として、まあ、通常のグリップの範囲内で楽しく走れるのかどうかっていうのは興味があるところが一つですね。で、もう一つは M グリップと比べて優位性があるのかないのか、もし走れた場合ですよ、まだやってないんで分かんないですけど、走れた場合に優位性を感じる取れる部分があるのかというところに注目してテストしていきたいなと思います。本当はね、屋外のねアスファルトコースで実はやりたかったんですけど、雨降ってるんですよで、私ほら毎日取れないっていう環境なんで、まあ、今日ちょっと諦めるしかないなというんで、まあ、まずはカーペットで走ってみて、まあ、全く走れなかったらカーペット使えませんで終わるんですけど、まあ、ある程度走れるんじゃないかなと、多少高をくくってやってみようかなと思ってますね。いわゆる昨年の年末頃ですかね、この S グリップタイヤというのはね、なくなってから新しく出てきたタイヤになるんですけども、まあ、S グリップタイヤはね、もうカーペットではもう全く、もうほぼ全くですね、走れなかったと言ってもいいタイヤでしたので、まあ、これが最近出てきたツーリングカー用のね、ミディアムナローレーシングタイヤと同様ですね、カーペットでも外コースでも走れるってなると、まあこれはすごいいいですよね。タイヤ何種類も用意しなくてもいいですから。ただそうなった場合ですね、 M グリップは廃盤じゃなくて今も現行で気持ちのいいタイヤとして存在するので、それと比べてどうかっていうところですね、やっていきたいと思います。じゃあ今日も活躍していただきましょう。私の GoPro ちゃんですねこれでマシンはですね、こちらM08 です。私の愛車 M08。 まあいろんなねカテゴリーのラジコンカーありますけど、個人的にはこの M08 がもうかなりトップレベルに好きなマシンとなります。まあ、すごく走らせてて楽しい、ね、制御してる感がある、そして速度域がマイルドで楽まあいろんな意味で私お気に入りの車種ですね。まだちょっとね、もうすぐ、あれもう今日何日、13、あと数日するとタミヤの 04SR じゃなくてアンプですね、 04S というのはね、確かうちもそれなりに発注したって入ってくるので、まあ、それをと 17.5 をつけてみたいななんてね今思っているんですけど、まあ、そのあたりはまた発売されたらレビューして、今はこの古いタイプのアンプ03じゃなくて、さらにその前 02S ですそのアンプに 15.5 ターンだったかな、かなり速い状態なんですけど、まあ、この方はねタイヤの特性ちょっと見やすい部分も多少あるので、それも含めて走ってみたいなと。この私の M08 完全フルドノーマル、M08 コンセプトのキットを組んだら誰でも同じような状態になるという状態で走らせますね。はいじゃあ早速行きましょうかね、行ってきます、行きましょうか行きましょう。はい、じゃあおなじみレディオガガインドアコースですね。もうこれタイヤ先ほど貼ってですね、もう本当に何もパーツクリーナーすら何もやってない状態、最初ちょっと食わなくてもね、走ってるうちに馴染んでいけばまともな動きするかなと思うので、ちょっと緊張の一瞬ですね、走れるのかな、もうこれでグリップ全くしなかったら
この動画終わりです。使えませんっていうだけの動画になりますんで、ね、それだけは避けたい。頑張ってくれよハードタイヤ。いきます。お、食うな。今日ね気温が、そうですね、まあ、ストーブ今つけてないレベルなんで、どうでしょう、気温は多分20度はないにしても17、8度はあると思います。雨降ってますが、で湿度もあるとカーペットコース割と食うんで、条件的には割といいんじゃないかなと思います。おお、まあ、とりあえずね今走れる走れないでいくともう全然走れますね。もう見ての通りです。もう普通にすごいグリップしてます。で私のこれ M08 コンセプト完全ドノーマルなんで、スタビライザーも入ってないんですよね。なのでかなり車がクンと入っちゃいます。だからグリップの限界は高いですね。グリップの変化量も高いです。あ、面圧かかってからの食い方、うん、これね最近のタミヤさん その出てきたタイヤ、まあ、なんかこれは 60D ですけど傾向としては同じようなイメージですね。もうしっかり横に止まります。カチッと食います。でフロントに関しては食いすぎてちょっと初心者さんにはナーバスかもみたいな、今ちょっとライン外しちゃうとこうなりますね。ハンドルはあんま切らずにねスーッと走る必要が出てきますね。これは、タイヤの食い方がこのノーマルの M08 がですね、このタイヤの食い方にちょっと負けてますね。このタイヤを使うならもう少し、うん、今見ましたか、今荷重がフロントにちょっと乗ってしまって、それでフロントが引っかかってギュッと寄れた動きしましたよね。でこれはとりあえず食う、とりあえず食う、食ってあとはちょっとセッティングで、これインナーはね実はねあのスーパーハードじゃなくてハードインナーってもうちょっと思わなく硬いインナーが残されているので、この動きちょっとね止まっちゃうから、もしかするとスーパーハードインナーの方がいいかもしれないけど、逆効果の可能性もあるんですよね。このハイトの高い 60D タイヤっていうのはね、ハイトが低ければ硬くすればねうまく逃げてくれたり転がったりするんです。車がね転がるっていうのはコロコロンって横転するんじゃなくてスムーズに曲がるという意味ですね。いやーこれほんと外コース走りたかったな、マジで外コース走ればよかったのに、それがちょっとがっかりですね、残念ですね。ちょっとねあの動きすぎるんで手アンダー出るって分かりますか、要は怖くて手が経験速から手が切れなくなっちゃうんですね。それがちょっと出てきます。そのくらいグリップは高いです。いわゆるね初心者さん向けではないかもしれないこの動き。うん、なるほど、わかりました。まあちょっと時間短いですが、もうだいたい動きは分かったので、これであっちでまとめをお話ししたいなと思います。うん、とりあえず結論、カーペットでも食います。でこれ多分外コース用としてね、まあ、今度テストしますけど、まあ外コースでねグリップしないってことはないと思うんですが、とりあえずインドアカーペットコース、今日10度ちょっと切るぐらいの、20度ちょっと切るぐらいの気温で、雨、湿度は高めという状況の中、まあカーペットコースとしてはね条件の高い状況だったんですけど、かなりグリップは高いです。うん、かなりグリップします。なんでしょうね、最近のタミヤさんのそのミディアムナロー、レーシングタイヤですか、ツーリングカー用の、なんかね系統としてはね、あの本当同じようなゴム質食い方、これもしかすると一緒なのかな、まあ、そんなことはないと思うんですけど、まあ、作ってるとこ一緒なのかなとかって思っちゃうぐらい食い方の質が似てるんですね。とにかくグリップの限界が高い、荷重が乗った時に一気に食い始める、グリップの変化量が高いって私表現するんですけど、それはツーリングカータイヤでも一緒だったんですが、同じような動きは見て取れます。ただしこの 60D タイヤはハイトが高いんで、ちょっとやっぱり寄れ気味の動きになるんですね。でグリップの限界高いから荷重乗った時にものすごく曲がったり動いたりしようとしますから、とりあえず現状ですね、初心者さんが運転すると想像するとちょっと運転難しいんじゃないかな、セッティングもちょっと難しいんじゃないかなっていうのは第一印象ですね。ただ私のこの M08 ですね、これM08 コンセプトの完全ドノーマルキットなんで、まあ、しかもノーメンテまあそれはいいんですけど、まあ、スタビライザーもねついていないし、まあ、オプションパーツねちょっと剛性を上げる系も一切入ってないので、まあ、特にその傾向は強く取れたかなと
でこのアンプですね、アンプも私めんどくさくて下の方じゃなくてこのバッテリーの上に乗っけちゃってるってのもあってなおさらです。それでもあってちょっとロールが大きすぎて、で私はまあ運転できますし多分ベストラップ自体は出るとは思うんですけど、私もちょっとねこれを早く走り続ける刻んでいくってちょっと難しいかなっていう、そのナーバスな動きになりましたね。でどうしても今このタイヤを使わないといけないってことになったら、とりあえずスタビライザーがいる、あとオイルを硬くする、まあ、ちょっとアッカーマン関係ちょっといじっちゃおうかなとかあって、やっぱそこまでこうちょっと頭悩んじゃうぐらい強烈な食い方、グリップの変化量が高い動きをしたので、やっぱり、ね、初心者さんちょっと難しいかなと。でそういった意味では M グリップの方が最初は無難じゃないかなと思いました。まあ、とにかく食うんですけど、まあ、食えば食うほど楽かっていうとそうではないんですよね。初心者さんだったら私の推奨カーペットコースなら、まあ、そのあれによるんでちょっと何とも言えないんですけど、まあ、M グリップにハードインナーもしくはスーパーハードインナー、湿度低めでグリップが低めのとこならスーパーハードインナーの方が初心者さんは運転しやすいんじゃないかなって思うんですね。で私たちみたいなベテランが M グループと比べてどっちがタイム出るかっていうと、正直多分こっちの方が早いだろうなとは思いましたが、このタイヤを使うためのノウハウも必要かもしれないっていうのもちょっと感じました。まあもうちょっとねやってみないと、ちょっとね2,3 分ちょっと走らせたぐらいでね、まあ、ここまで言うのもなんですけど、まあ、経験上大体合ってるかなとは思うんですね。今このハードタイヤにインナーはハードスポンジ入ってるんですけども、この上にスーパーハードっての存在するんですね。で通常スーパーハードにするともっとね楽になって走れるはずなんです、一般的には。ただミニの場合ちょっとこ読み切れないところがあって、ハイトが高いっていうのと今グリップ限界高い、下手するとさらに難しくなるっていう可能性もゼロじゃないんですね。グリップの限界上がりすぎてちょっとね横ずれ横寄れっていう部分がなかったので、グリップの限界単純に上げちゃうと難しくなるって可能性もゼロではなかったですが、まあ、そこはちょっと試してないのでいずれ試したいところですね。うん、というところでちょっとまとめます と、とにかく食います。はい、食いますが多分初心者さんちょっと難しくて、初心者さんがカーペットコースやるなら M グリップがいいんじゃないかなと。ただまあチャレンジする、早く走るっていう意味では多分早く走れるんじゃないかなと思うので、まあ毎日楽しんでいく中でこれもちょっと貼ってみて走ってみていただくといいんじゃないかなと。でもしかするとね今日できないですけど外コースですねに置いてすごい進化を発揮するようなタイヤかもしれませんし、まあ、いずれにしてもこれまあ外コースで多分走れると思うんで、まあ、中も外も走れるという意味では、まあ、かなりいいタイヤだなとはね感じましたね。まあ、ライフの方は今数分しか走ってないんですけど、あこれも結構やっぱねブリスターって言ってこうタイヤの表面がねよれるようなのがちょっとと見えるのでちょっとね柔らかめなのかな。これねもしタミヤさん可能ならなんかこれ今ハードでしょ、スーパーハードっていうのもちょっと一回視野に入れてもらったら嬉しいなってまあ言うのは勝手ですからね、まあ、それがどんなタイヤになるか分かんないですけど、これもしこの食い方を外でするんなら本当真夏とか結構苦しいんじゃないかなと思うんですよね。でカーペットにおいてはもう夏になったらこのタイヤちょっと本当厳しいかなと。まあ M グリップがあるんで別に必ずしもこれ使わないといけないことないと思うんですけど、この同じような系統の動きでスーパーハードっていうのねあったりすると面白いんじゃないかなともちょっと思った高橋でした。それではですね今日の動画参考になったと思っていただけましたらぜひ高評価をお願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録ですね、あとレディオガガのネットショップもございます。よろしければチェックしていただくと非常に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。